エミル・ザイデル、エミル・ザイデルはアメリカ合衆国の政治家。1910年から1912年まで、ウィスコンシン州ミルウォーキー市長を務めた。合衆国の主要都市では、初の社会党員市長で、1912年の大統領選挙では、同党の副大統領候補として出馬。ペンシルベニア州、スクルーカルグンアシュランドのドイツ系移民の家庭に生まれる。幼少時に、 ウィスコンシン州へ転居。22歳の時に木彫り職人としての腕を磨くため、両親の故国であるドイツへ渡る。ベルリンで6年間過ごすことになるが、その間働きながら夜間学校に通う。社会主義の活動家となったのは、この時期のことであった。ミルウォーキーに戻る途中、原型職人組合に加盟。1895年、ルーシー・グレーセルと結婚。 合衆国帰国時、アメリカ社会労働党に入党し、ミルウォーキーで同党初の支部員となった。その後、アメリカ社会民主主義やアメリカ社会民主党を経て、アメリカ社会党に入党することとなる。1904年には、ミルウォーキー市議会議員選挙で、同志、第20選挙区から出馬し初当選。この選挙では9名の社会党候補が当選を果たしており、 サイデルはそのうちの一人であった。市議は1909年まで2期にわたり務める。1912年の大統領選挙ポスター。サイデルは友人イデブスの副大統領候補として出馬1910年ミルウォーキー市長選挙に当選。合衆国の主要都市では初の社会党員市長となった。市長在任中は初の公共事業局を設立したほか、 消防警察委員会を組織、公園緑地系統が生み出されるに至った。バーの規制強化や、売春宿及びカジノの閉鎖にも、ワ腕を振るうこととなる。詩人、作家のカール・サンドバーグを短期間ながら、秘書に迎えたのは、この時期のことであり、サンドバーグをミルホーキーに引きつけたのは、一とえにザイデルの社会主義者としての願望がなせる技で、あった。 1912年の市長選挙では、民主、共和両党が追い落としにかかったこともあり、ガーハードへベーディングに敗北を喫する。その後、同年の大統領選挙で、友人部イデブスと共に、社会党から立候補、90万1551票という、記録的な票数を勝ち取ったが落選。1932年の上院議員選挙に、 ウィスコンシン州選挙区から出馬し6%の得票率を獲得。こちらも当選には至らなかった。なお、ミルウォーキー市議は通算2期務めることとなる。1947年6月24日死去。ありがとうございます。